ホームから、津方面を見る。この先は、単線となる、中瀬子駅は、三重県鈴鹿市中瀬子町にある、伊勢鉄道伊勢線の駅である。駅番号は8。鈴鹿国際大学前という副駅名があるが、以前は、太陽の町中瀬イニシだった。快速、三重が上り3本のみ停車する。また特急、何機も場合によっては、 対抗待ちのため停車することがある。ただし旅客扱いは行わない。河原田駅から東駅までが複線であり、東駅から津駅までは単線となるが、以前は複線になる構想があったため、下り線の津方面に線路が伸びている。地上駅。かつては、駅舎のない単式ホーム一面一線であったが、複線化に伴い下り線ホームと古線橋を、 新設して、相対式ホーム2面2線になった。さらに、鈴鹿国際大学が開校し、利用客の増加が見込まれたことから、1994年4月に、鉄骨作り平屋建ての駅舎が建設された。特徴的な駅舎は、中部の駅1 0 0に、伊勢鉄道単独の駅として唯一選ばれている。トイレは、駅舎外にあり、ユニバーサル対応の推薦式。 建設当時から将来の友人化を想定して、駅勤務室や改札はあるものの、使われておらず、駅員も配置されていない。自動券売機もないため特別停車する快速。三重では乗車券は、車内で買うことになる。案内上の乗り場番号は割り当てられていない。中瀬古駅の利用状況の変遷を可表に示す。駅前は、太陽の町という住宅街である。 駅が中瀬古町と郡山町の境界付近にあり、駅名は中瀬古だが駅前に広がる。住宅街のほとんどが郡山町に位置する。以前は駅前に地下道入り口があり駅東の中瀬古町へと繋がっていたが、現在は埋められている。駅前の道路上にサンモール前停留所が設置されている。ありがとうございます。